韓国人から見ると愛の不時着でかなり美化されてるところもあるんじゃないかなと、うん、どのような犯罪が一番多かったか分かりますか？北朝鮮は食糧難に関する犯罪、そしてこのようなニュースを目にしました。お腹が空いて死体を食べる。直近何年間北朝鮮当局が人肉を食べた嫌疑で少なくとも3人を処刑したと。それだけを捨てればたくさんの人民が救われるにもかかわらず、それをしないっていうのが本当に人民のためなのかっていうのがすごい問い詰められるところじゃないかなと思いますね。皆さんこんにちは、ジンです。ジェちゃんです。今日はですね、北朝鮮の話をしてみようと思います。韓国と分担してかなり長い、完全にもう別の国って言ってもいいぐらい方向性が違う国ではあるんですが、最近のニュースについて話をしてみたいと思います。北朝鮮実際どうなの？特にあの今 BTS とかも軍隊に入隊していて、その理由が北朝鮮軍が存在するから行かないといけない、ね、まあ、強制的に、まあ、これが備えてね、うん、なのでこの事実を忘れてはいけないということで、このコンテンツを用意しました。よろしくお願いします。どうですか、皆さんが考えている北朝鮮は愛の不時着でかなり美化されているところもあるんじゃないかなと、うん、皆さんはそれを美化されてなくてひどいよねって言うかもしれないけど、韓国人から見るとかなり美化されてる動画なんですよ。下からこう開けると肉が出てきたとか。なるほど。でこれを日本の方はこれひどい、冷蔵庫がないのみたいな。で私から見ると絶対北朝鮮は肉食べれないもん。ギャップがすごいと思うんですよ、うん、あとヒョンビンみたいな顔の人が北朝鮮にもいるとは思うんですけどあのぐらいの清潔感を持ってる人はいるのかなっていう話はあります、うん、あと身長はね、平均身長の差がどんどん開いてて栄養がね身長に直結してるっていう話がありますよね。韓国はどんどん食事がね肉を取ったりしてて西洋人のように身長が伸びてる反面、北朝鮮は肉を食べないとかそういうビーガンの系が多いとかの問題じゃなくて、食べ物自体があんまりなくていろんな問題が起きてます。そしてこのようなニュースを目にしました。お腹が空いて死体を食べる、うん、北朝鮮の真相について全世界が衝撃。本当？これ私初めて見た。結構あの前なんですね。2011年6月、北朝鮮の人間としてやってはいけない行為が公開されて、韓国はすごいなんか衝撃を受けたという話です、うんうん、当時の北朝鮮の人民保安署、現在あの人民保安部っていうんですけど、韓国で言うとも警察署みたいなところです。そこで出版した参考書っていう本なんですが、刑法、民法、まあ、刑事訴訟法などに関して721件の事件を例にして、犯罪者をどうやって処罰すればいいのかっていう説明が入っている本なんですね、うん、この721件の中でどのような犯罪が一番多かったか分かりますか？日本とかだと窃盗とかが一番多いんですよ。で韓国は詐欺で、北朝鮮は食糧難に関する犯罪で、食糧難、じゃあなんか盗んだのかなとか思うじゃないですか、うん、そうそう、もちろんそういうのもあると思うんですけど、これ見てください。産業災害、まあ事故ですよね、うん、仕事中にまあ事故とかで体がちょっと不自由になった警備員で働いている男性が飢え死にしそうだったので、同僚を斧で殺害して、死体の一部は自分が食べて、一部は市場に羊肉として騙して売って摘発された内容とかが公開されたんですよね。羊の肉って食べたことあるけど、人間の肉食べたことはおそらくないとは思うんですよ。肉足りないから人間だ、いやいや違うじゃん、絶対違うよね。いやいやいや、なので 100% 正しいか分かんないけど多分ないと思う、うん、なのでいやこういうのが摘発されるっていうのが、めったになければ摘発しないかもしれないけど結構あるんじゃないかなっていう話になるのかな。本当にね、こう報道されるニュースによると、まあ、こういうのをね、嘘じゃない気がする。本当にうもう貧しくて妊婦さんがちゃんと食べれなくて栄養失調になるとか普通にあるからね。あ、うん、そうですね。であの北朝鮮とかは車を全員持ってるわけでもないし、ヒッチハイクとかができるらしいんですよ。でトラックにちょっと便乗した一人の老人がいきなり雨が降ったので、トラックの中になぜか棺桶があったらしい。で雨を避けるために棺桶に入ったみたい、うん、よくこう雨が止んだのか手出して確認するじゃないですか、うん、棺桶からこう手を出して確認をしたらしい。怖い。でそれを見てて、死体がゾンビのように蘇ったと錯覚した少年2人が車の外にあの飛び降りて、1人が死亡したと。
いや笑っていいのか分かんないけど、そういうのがあったりしますよね。あとは精神病に人の脳がいいっていう噂があるみたいですよ。それで自分の部下に頼んでそれを持ってきたって、部下が持ってきたら人ではなく犬の脳だったとかっていう事件もあったそうです。それをね求めて食べようとしたのか、確かに精神病の気がする。まあ、この参考書にいろんな犯罪とかが書いてあるんですが、娘だけ3人産んだの女性が4人目もちょっと障害を持った娘が入っていると、で事実が確認されて飢え死にさせたっていう内容もあるんですね。不純な目的のない幼児殺人は社会的な危険性がないため刑事処罰対象ではないという、ちょっとありえない解釈になっているそうですよ。でも確かに北朝鮮には障害者がいないって聞いたことある。いや聞いたことない。で障害者として生まれたらそうされるから、ああもう殺したりとか、うん、そうだからすごくショックだった。違う社会だけど百歩譲ってちょっと北朝鮮人になって考えてみると、うん、まず金正恩っていうその独裁者のために動く人間、うん、例えばまあ女性で生まれても銃撃たないといけないとか、で男性だったら10年ぐらいこう軍隊で仕事ができないといけないとか、体が不自由な方の人権っていうよりは優先視されるものがやっぱり多いから、そうやって排除してるんですかね。我々の民主主義の社会では理解しがたい内容になってますね、うん。深刻な麻薬問題もあるみたいですよ。なんか麻薬 1g ってめっちゃ高いとか言いません？高いっていうのに麻薬とかは手を出す人がいるのね。薬学大学の教員が自分の家でヒロポン類の麻薬 500g を作って売ってて摘発。自分で作ってしまったのね。8000ドルを上げて買った麻薬 1kg を国境地帯で1万2000ドルで売ってめちゃめちゃ稼いだとか、あと韓国を含めて外部世界、まあ我々のグローバル世界ですよね、まあ、そういったの文化が誰も知らないルートとかでやっぱり広がっているっていうのも事実だという根拠の事例も結構あるみたいですよ。実際の韓国の K-POP とかがすごい人気で、南朝鮮のコスメがいいとかっていう話があって、それをなんかこう市場で売ったりとか、なのですごいなんか上の貴族たち、平壌とか住んでる人はそういうのを使ったりとかしてて、韓国の音楽を聴いた人が捕まったりとか、韓国のドラマを見る、そして所持をしていたっていうことで殺すとかっていうニュースも私もたまに見たことがあります。これは事実かどうかは確認しようがないんですけど、事実であればこれはものすごい深刻な人権侵害なのかなと思いますね。また直近何年間北朝鮮当局が人肉を食べた嫌疑で少なくとも3人を処刑したと。つまり人間を食べるのは処刑されるんですね。なのでこのように政府の報告書から具体的な証言に基づいて人食い問題を述べているのは今回が初めてらしいです。結構ね、まあ、人の肉を食べるってことは、まあ、宗教的な意味で今もやってる部族とかいるっていう話は聞いてるんですけど、北朝鮮は単純にね本当に食べるものがなくて、あ、そうね、それになってしまってることはとても、まあ、悲惨なことだと思いますし、私たちが小学生の頃はまだ北朝鮮と統一して素敵な未来を開けようみたいな宣伝とか普通に流れてたり、そのうち本当に統一になるかなって思った時期もあったんですよ。そうね、だから今は本当に北朝鮮は一番近いけど一番遠い国として今認識されていて、食料問題とかもう社会のインフラとかの差はまあこれからもどんどん激しくなることが明確になっているので心が複雑です。ここにも書いてあるんですけど、人肉摂取に関しての脱北者たちの証言はいくつかの市民団体が主張した内容を確認してくれる。で1990年代大飢饉以降北朝鮮の食料分配システムが改善されたにもかかわらず地方では深刻な慢性栄養不足事態を経験しているということですね。北朝鮮っていうところが共産主義ですよね。人民共和国じゃないですか。人民のために存在する、人民のために仕事をする労働者っていう風になっていて、今そのような国になってるんですけど、結局人民が人民を食べるようになったっていうのは本当に人民のためなのかなと思うんですよね。あと人間っていうのが自分の力で家畜を管理したりする能力もありますし、畑とか米を作る能力もあるんですよ。そして北朝鮮を今でもすぐにその体制を変えるだけで助けようとしているのがこの世の中の動きですよね。なのでそれだけを捨てればたくさんの人民が救われるにもかかわらず、それをしないっていうのが本当に人民のためなのかっていうのがすごい問い詰められるところじゃないかなと思いますね。
その一方、北朝鮮の政権に抵抗する反政府活動組織が北朝鮮の中に新しく登場したと、自由アジア放送 RFA が11日報道しました。本当ですかね。あっておかしくないよね。この団体は自分たちが清朝鮮、新朝鮮という名前で平壌秘密自由民主主義政府、亡命はしてないんだけど秘密組織みたいな、まあ、臨時政府みたいな感じでいるのかな、うん、これもちょっと面白いですよね。おじいさんでいたのキム・イルソン、お父さんであったのはキム・ジョンイル、この2つとキム・ジョンウンの活動は全然違うんですよ、うん、まず私が子供の時も北朝鮮にうちの家族が結構いました。もちろんお父さんのおじいさん、おじいさんの兄弟の半分が向こうにいて、実際連絡もできたんですよ、うん、しかもキム・イルソン大学で医者、エリートです、エリート、完全エリートで、もう一人も医者だから結構優秀な家庭で、なかなか連絡ができたと思う、うん、であの時に10分会うのに求められた金額がなんと4000万ウォンだったんですね。25年とか前に4000万ウォンとかだと今すっごいお金なんですよ。だって多分当時ね、カンナムのアパート4000万ウォンしなかったと思う。そうだから、うん、みんなにお金をちょっともらって会いに行きましょうみたいな感じで言ってて、みんな反対したんですよね。なるほど。それ理由がやっぱり会うのがあんまり時間もなかったのと、それが応募しても会えない可能性ってあるから、お金だけ取られる、で相手が出ない可能性もあるし、うん、それで結構いろいろやられた人もいるんですよ。でも実際そうやってイ・サンガジョク・サンボンっていうのが金大中大統領の時代にあったんですけど、であの時は南からも家族に会いましょうみたいな、こういうなんか民族愛っていうのがちょっとあったんですが、うん、今はまあその世代がほとんど死んでて、うちも連絡は来ました。その後すぐ一人が亡くなったんですよ。 なぜ亡くなったかは分かりませんが、うん、すぐ亡くなった一人が今はもう会う人もいないんですよ。うちもやっぱり金正恩っていうのがいきなり自分のお父さんが亡くなったから、うん、ちゃんと自分のこう勢力を持つ前からそうなってるから恐怖政治になったんですよね。そう、それでおじさん殺したりね、うん、金正男、うん、まあ、兄弟もそうだし家族も殺したりとかっていうので、北朝鮮の善良な人たちは怖い思いをしたりとか、これ以上逃げる場所がないと思ってこのような組織を作ったのかなと思ったりもしますね。ここの団体の言葉にも書いてあるんですが、北朝鮮でどのようなことが起こっているのか予測すらできない。金正恩政権が本人たちの安易のために核兵器とミサイルに莫大に使ったお金を人民のために使ったら、家族の肉を食べる残酷なことは起こってないだろうっていう話があります。最近結構汚物が入ったゴミ袋なのかな、北朝鮮から韓国側に送ってるんですよ。そう、風船ね、うん、でそれをジェイス君のアパートにも落ちたそうで、それ写真が来てて、自分のアパートにいきなりなんか軍人たちがこうやって警戒勤務してるから、うんうんうん、俺なんか軍人が普通のアパートに来てるんですよ。昨日うちのアパートに北朝鮮の汚物落ちたよ。わ、そこまで行ったのって言ったら、ああ初めて警察の車が来た時に、この遠いまでありえねえだろ、パジュから車で行っても2時間なのに風船で、どうやってね、京畿道ですよね、京畿道のちょっと下の方かな、ジェイス君のところ、ここで見るとなんか紙とかなんかその服の切れ足とかなんかそういったものがちょっとありますね。なんか子供とか普通にいるのにこうやって軍人たちが、ここで守る警戒をしてます。でアパートのグループカカオトークがあるんですよ。ほくし国人들왜와있나요、どこに落ちたよ、だからみんな信じないぐらい진짜북한오물인가요、面白いですね。確かにね、なかったんじゃない今まで、うん、まあ、こういうのも今あるので怖いなっていうふうに思います。これ一番の問題が、皆さん化学武器っていうのがあるんですよ。サリンガス含めいろんな化学、性化学武器っていうのがあって、うん、それが落ちて、それが下に、しかも目にも見えないし、空気の流れとかにこう拡散されるとみんな動きづらくなったりめまいがしたり、最悪な場合本当死んだりとかっていうのが怖いんですけど、うん、いつでもできるように今もうこれが判明できましたよね。そうね、自分のねマンションの前に落ちたらね、もう恐怖を感じると思います。これからずっと送ったら多分ソウルの中のいろんな人は大変なことになって、うん、昔の625戦争の時もソウルが陥落するまでたった3日だったんですよ、うん、でもこのようなテストを今してるっていうのも、明洞で美味しいビビンパ食べながらオリーブヤングで 70% セールしてるコスメを買うのもいいんだけど、少しの警戒はやっぱりしてて、自分が次はどういう動きをした方がいいのかなっていうのは皆さんも少しは考えておいた方がいいのかなと思いますね、うん、声をね、ねえ、なんか急にね JS 君のマンションの前に落ちてるねえ思わなくて、バンさんの家に落ちたらまだしも、だって家がドンドチョンだから、あ、なるほど、それはわかるけど、まあ近い方だね、遠いじゃん結構、うん、
これはすごいなと思いますね。どうやって飛ばしてるんだろうね。これに対抗して韓国からも北朝鮮に核石放送をまた始めたんですよ。これメガホン放送、ファクソンギバンソンって言うんですけど、うん、南では髪もシャンプーで洗いますよ、ははは、肉を1人前っていう基準が 120g です、こういうドラマは事実ですみたいなのをずっと流してる。それを聞くと、うん、嘘つくなって言っても、これ毎日聞くと人間って弱くなるんですよ。いい意味でガスライティング。なるほどなるほど、本当です。だから一番北朝鮮が怖がるのって今そうです。なぜ？すでに文化の植民地になってます。韓国の文化が北朝鮮の中にいろんなところに広がっているのを証明してくれる一つのシグナルなのかなと思うんですよね。金与正さんが一番怖がるのがそれです。なのでこれを昔やってて、それだけ止めてくれればみたいな交渉テーブルが結構あったんですけど、それ止めてたけど、それまた始めたのね。それを始めたら今までありえなかった規模で攻撃をする予定とかっていう話を結構したり、あと最近の挙動がおかしいですよね。今までは結構鉄砲ミサイルとかいろんなミサイルで日本もそうだけどアメリカまで飛ばせるようなその威力をよくアピールしたりしてたけど、今は金正恩が直接戦車の運転をする姿を見せて、一番基本的な在来資金の武器ですね、あとは自民が入ってる歩兵とかに力を入れています。これはどういう意味かっていうと、とにかくソウルまでの火力戦では負けないぞっていうのをアピールをしている状況なので、やっぱりこれからも北朝鮮っていう存在はただのかわいそう、そして同じ民族だからっていう気持ちももちろん重要ですよ。もちろん人民たちは罪はないと私は思ってますし、北朝鮮軍が敵っていうはっきりとした命令があったので、ただやっぱり韓国で一番近いところにいるので、あと陸でも行けるので警戒すべきなのかなと思います。はい、今日の動画が役に立ちましたらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。皆さんの意見もぜひコメントで聞かせてください。誹謗中傷なしでいろんな意見受けたまわります。ありがとうございます。汚物が入ったゴミ袋なのかな、北朝鮮から韓国側に送ってるんですよ。急にね、ジェイス君のマンションの前に落ちてる。ねえ、思わなくて。パンさんの家に落ちたらまだしも、だって家がドンドチョンだから。ああ、なるほど。それはわかるけど、まあ近い方だね。遠いじゃん結構、うん。